さてと、はい、今日も快晴ですね。あ、雲一つない、青空。草刈り機の部品が、来ました。ピストンリング2つ。部品番号は同じですよね。51091750159、51091750151で同じものが2つで OK ですね。で、ヘッドガスケットが来ました。こちらです。これで、草刈り機の方はエンジン組めますね。さあ、ピストンリングが届いたので、ちょっとね、組み付けしていきたいと思います。で、中は掃除したし、まあ、ピストンも、まあ、すでに掃除してもらっていたので、このまま組み付けても、大丈夫そうですね。はい、というわけで、ピストンリング取り付けしました。まあ、特に道具も使わなく、なんか手でキュッと入ったんですけれども、まあ、これでいいのかな。で、シリンダーを組む前に、多分、まあ、ツーストオイルとか塗っといた方がいいと思うんで、塗って、で、それから、このシリンダーをね、組み付けしていきたいと思います。ちなみにシリンダーこんな感じで、もうシリンダーもですね、綺麗に掃除してもらってあったんで、まあ、ピカピカなんで、まあ、特に、掃除追加でしなくてもいいと思うんで、このまま組み付けしていきたいと思います。一応、組み付けする前にツーストール塗っといた方がいいのかな？こうやって。これやり方合ってんのかわかんないですけども。まあまあ、塗らないよりはマシでしょう。一応、馴染みを良くするために、塗っといてもいいと思うんだけどな。よし、オイルも塗ったんで、組み付けしていきましょうか。いい感じに組み付けできたんで、あとは、キゾースとインテーク、まあ、キャブですね、キャブつけて、まあ、一通り組んでいきたいと思います。はい、というわけで、組み上がりました。キゾースをつけて、キャブつけて、あとまあコイルとかつけてですね、もうこれで OK です。これで、直っているんであれば、もうエンジンかかるはずなんですけれども、ちょっとですね、かけてみたいと思います。ちょっと緊張しますね。さてと、エンジンをかけてみますか。かかるかな。いやいや、いいんじゃないですか。めっちゃ調子良くなりましたよ。吹け上がりも良くなりました。最初お客さんが言ってた、その吹け上がらないってやつもですね、解消されました。やっぱりその吹け上がらなかったのは燃料フィルターの詰まりで、まあエンジンかからなかったのは、ピストンリングの割れですね。 ピストンリングの割れということで、2つ修理したらバッチリ、これでまた長く使ってもらえそうです。さあ、草刈り機直ったんですけれども、次はですね、車、ウィッシュの次、ライフを車検していきたいと思います。まあ、このライフもですね、前回の車検で結構、交換してあったんで、まあ、今回は特に、そこまでひどくはならないと思うんですけれども、まあね、ちょっと点検していきたいと思います。あとですね、まあ、うちでは UD ってあんまないんですけれども、珍しく UD の、コンドルですね、4トン車、4トンのユニークなんですけれども、クラッチがですね、なんかね、切れたり切れなかったり、なんかおかしいということなんで、ちょっとね、軽く点検したんですけれども、どうも、レリーズの方がおかしい気がします。まあ、これエアーと油圧ミックスされたレリーズなんですけれども、クラッチ。多分ね、内部で液漏れを起こしてるか、まあ、現にクラッチのフルードも減っていたんですよ。で、ちょっとですね、フルード漏れも見られるということで、多分、レリーズ
おかしいような気がします。だいたいトラックでクラッチが切れないとかいうトラブルって、そのクラッチディスクが悪いとかじゃないんですよ。だいたいレリーズがおかしいんですよね。レリーズなのかクラッチマスターか分かりませんけれども、今回もねレリーズがおかしいようには思います。はい、ライフ車検点検しているんですけれども、悪いとこなしっすねないです。これね走行距離16万キロオーバーしてるんですけれども、まあね全然悪いとこないですね。まあうちで車検の都度しっかり整備してるんで16万走ってますが、ない、うちのオッティ君より全然優秀ですね今回の車検は。はい、というわけで草刈り機も無事にかかってですね、もう良かったです。というわけで今日はまあやる作業は全部終わったんですけれども、またですね最後に質問にお答えしていこうと思います。といっても今回の質問はですね、まあ、僕がずっと回答し続けていることをですね、またさらに何回でも言いたいことは言いたいと思いますので言っていきたいと思いますが、それはですねイオンの修理についてですね。これはメインチャンネルでもサブチャンネルでももしかしたら動画作ったのか僕ちょっと忘れたんですけれども、まあメインチャンネルでは動画1個作ってますんで、そこでもお話しさせていただいてるんですけれども、この、イオンですね、まあ、正直車の整備でまあ一番難しいと言っても過言ではないのが、イオンの修理ですね。変な音がするっていうのがやっぱり難しい、整備の部類には入ると思います。まあ、なんでかっていうと、本当にイオンっていろんな可能性が考えられる。エンジンなのか、シャシなのか、はたまたタイヤなのかとかね。なんかね、そのイオンといっても、その車全体を指すのでね、ボディなのかっていう、この特定がまず難しいんですよね。で、なんで、そしてイオンって発生条件を整えてあげないとなかなか再現が難しい。これも分かりにくくなっている原因も、原因の一つであります。そうです。再現が難しいんですね。お客さんが、なんかね、お客さんがイオンがするって言って、僕が乗ると音がしないとかね。で、お客さん独特の乗り方をしないと音が出ないとかね。そうなってくると、なかなかイオンを探すのが難しいということなんで、こうやっても、こうやって話しているように、その、現車、実際の車を見ても、イオンの修理って難しいんです。簡単にはいきません。なんで、このね、よくお問い合わせフォーム、質問フォームか。質問フォームとか、動画のコメントでもね、たまにいただくんですけれども、何々してたら、こんな音がしてきました。原因は何でしょうかっていうコメントとか、質問いただくんですけれども、これも何回もお答えしてるんですけれども、このね、ネットのコメントとかのやり取りで、まあ、文章のやり取りですよね。文章のやり取りで、イオンの原因を探すってことは、まあ、基本的に不可能だと。思ってください。絶対とは言いませんけども、99% 無理だと思ってください。これなんでかっていうと、まあ、さっき言ったように、そのイオンの修理って実際の車を見てもわからないんですよ。ね。実際の車を見てもわからないものを文章のやり取り、車も見たことないのに解決するっていうのは不可能なんですね。なんで、そういった時僕いつも言うのは、そういうのは、僕に質問するんじゃなくて、車屋さんに見てもらってくださいと言います。実際見た方が僕より正確な答えてくれると思います、車屋さんは。なんで、そういったことは、お近くの車屋さんもしくは行きつけの車屋さんに見てもらう方が、僕に聞くより、早いですし正確です。なんでこれですね、ぜひですね、たまにコメントとかでねいただくんで、まあ、その度にお答えしているんですけれども、ちょっとね一つちょっと動画でお伝えしていこうかなと思ってですね、今回このような動画を撮りました。なんでまあイオン修理にも限らずですけどね、基本的に故障探求っていうのはこのオンライン上で文章のやり取りのみで解決するものではないと思ってください。基本的に現車見て点検して探求するしか解決策はないと思ってください。まあね、オンライン上で済ませれば簡単なんですけれども、そう簡単にはいかないのが、車の故障なんですね。はい。なんでそのあたり、ご了承願いたいと思います。さあ、あとですね、まあこれは車の整備どうこうかあんま関係ないんですけれども、僕がね、普段見ているなんかね、YouTube ありますかっていう質問があったんですけれども、ですね、僕は、基本的に、車の YouTube って見ないんですよね、基本的に。
まあ、ほぼ見ないと思ってください。まあ、なんでかというと、そもそも僕そんなに、車興味あるとか言うわけじゃないので、あんまり、そもそも見ないんですね。昔から特に見ることはなかったんですけれども、まあ、なんで、今、チャンネル登録している人って、まあ、いるんですけれども、一応僕も、チャンネル登録している人って、3人ぐらいしかいないんですけれども、その方って全部車関係なくて、そう、今僕そのガジェットとか好きなんで、こういったカメラとかパソコンとか、なんか、ま、買ったドローンとかね、ああいったものが僕、趣味として好きなんで、ああいった人の、チャンネルを見ることはよくあります。なんでそういった人の動画はよく見ますけれども、なんか車を整備している人とか、なんか、そうですね、車系の動画って、まあ、ほぼ見ないですね。うん。なんで、意外とそんなもんなんですよ。意外とそんなもんなんです。自身が YouTube 車の関係やってるんですけれども、見る人はもう全く違うジャンルのを見ているというのがあります。で、多分ね、これ他の車系のチャンネルやってる人も、なんか、そうだと思うんですけれども、意外と車系の人を見ないっていうね、そういうのも、なんか聞きます。他の人でも聞いたことありますんで、はい。まあ、そんな感じですね。なんで、正直その車系を全く見てないので、今どうなってるのかとか全然知らないんですね。はい。なんで、まあ、結局、趣味のものを見ますからね。まあ、僕はあくまで自動車整備は仕事でやってますけれども、趣味は全く違う、ことが趣味になってきますんで、やっぱりまあ、YouTube で娯楽で見るものですから、自然とその趣味の方に行ってしまうんで、やっぱりその車系っていうのはほぼ見ない感じですね。やっぱりそのガジェット系。まあなんでその iPhone12 が発売されるん、え発売されたの発売されてないか。まあ出ますけれども、なんかそういった動画をね、最近だったら見たりとかね。こう、なんか iPad のね、iPad の動画を見たりとか、そんなことはするんですよ。カメラとかね。カメラ、今だとまあソニーのね、α7S3 がね、すごい多くの YouTuber の方使ってるんですけど、まあそういったカメラのね、レビューとか見たりとかね。まあそういったことに興味があってしまうので、やっぱり、まあそっちのチャンネルを見てしまうという傾向がありますね。はい。という感じです。はい。というわけで、今日はですね、まあ、まあ4時半ですけれども、もうこれ以上動画で、Vlog で紹介するような作業はありませんので、ここまでにしておきたいと思います。はい。というわけで、今日の Vlog 以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。